で不思議なことに自分の人生には今必要なものが現れてくるんですよ。このビデオではですね自分がこの幸せになるっていう、ね、幸せになるために行動していくとなんか一回山登りをしているみたいな感じなんですよね。で その山登りこの幸せになるぞっていうこの山登りをしているとすっごいたまに風とかが吹いてくるんですよ怖えみたいな感じで,、ね、でその怖いことがあるとうわあ逃げたいって言って、ね、せっかくなんかねなんか富士山の3合目みたいなところに登ったんだけど風が吹いてきたらちょっともう逃げてくるんだよね, <laughs> ねなんか1合目とかベースキャンプに行って怖えとか山とか二度と登りたくねえよとか <laughs> なっちゃうんだけどへえごめんね今ちょっと編集して見てたんだけど山とか風とかちょっと分かりにくかったよねどういうういことかっちゅうとか 自分の目標が山の上なの、ね、で山の上には幸せっていう場所のゴールがあるのでこの幸せを求めて僕たちは自分の人生を歩んでいくんだけどこの道を上がっている時にいろんな問題が出てくるんだよねでこの問題が風なのね例えば自分が好きなことを仕事にしようっていう山を登っているかもしれないで途中やってると親とか周りの人とかねそんなの無理だよって思うかもしれないんだよ で中には自分自身で僕には無理だってで怖くなっちゃうんだよねそんなのできないよって、ね、でそうするとこの山から逆に降りて、ね、またベースキャンプ過去にいたところに戻りたくなっちゃうっていうことを僕はお話ししています変,変じゃないい、ね、分かったはい、もういい もう1本取る今日ねそれについて風がついてきたら吹いてきたらどうすればいいのかっていうことについてお話したいんですね。でまずね風が吹いてくるんですよ。でそれがノーマルなのねだから全然心配しなくていいので逆にねこの。 風がが吹いいいててくるるるレレベベルルをクリアするっていう修行ののみたあんだからこれすごいいいことでこれ山登りしてこの山の上に行きたいんだったらこれ全員クリアしてるところなんですよよく考えてみましょうよ例えば富士山があるとして富士山のてっぺんが雲の上だとするよねで,ねで例えばまあね雲の上だからすっごい綺麗なんだよで実際に上がるとね雲のねなんか空の上みたいな感じで超綺麗やな ね、でもそこまで行くにはこの下の雲の間を抜けないといけないわけよ。ね。だから最初一番ベースから見ると「うわー雲かよ!」みたいなでっけえ山やなーってって登っていきますよね。でその時にこの中に実際に雲の中に入るんですよね。でその雲の中には風みたいなのがあるんですよ。ね、でこれを登り続けるとパッて、ね、その雲の上に行けるんだけどこの間をね降りちゃったらまあね降りちゃうっていうことで、まあ、それもそれでいいんだけど。 例えばこの山登りがでっかい木を登ってるっていう感じ、まあ、子供が木を登ってるみたいな感じで木登りを想像してみてくださいで木登ってるわけよイエーイみたいな感じで,でそして木登ってきるとなんかピュッて風が来ると風が来た瞬間にうわこえっちってみんな降りるんだよね降りるんだよ大丈夫落ちないからって落ちないからねその風が吹いても落ちないからこの木からはねっ そういう山なんですよそういう不思議な木なんですよ、うん、でまず何が起こるかっていうとクリスそういう話は危ないよって、ね、こういうアキューザーっていうねこのあのあそういうのは危ないよっていうところが来るんですけどもしそれが来たらそれも実はレベルクリアするところらしいんですよねその自分がいやこれ無理だよって思ってる自分と向き合うとこれも大切なところなんですけれどもちょっとその前に なぜこのね落ちないのかなぜ大丈夫なのかってこのあることを知っているとすごいことが起ここり始めるんですねこのあることはまさに山登り専用のブーツみたいななことなんですよこれを知ることによって山登りができるようになってくるんですね。 でそれは何かというと実は問題っていうのはチャンスなんですね。問題っていうのがチャンスなんですよで自分に必要なことが学べるようにシステムになっているっていうことなんですよね。でこれがどういうことかと言いいますと、ね、例えば過去に なんか過去にはすっげえ問題だったんですけれども今になって振り返ってみるとあの時あの問題があってすごい良かったってそういうことって人生にありますよね何回か。ね、まあ、本当にあの、まあ、これねもうちょっと分かりやすく説明すると例えばね若い子がね車の運転をしたいっていうね18歳の若い子が車を運転したいって言ってで 車屋さんに行って、車を買いたいって言いました。で、車屋さんは、いや、そんなの、お前、運転免許持ってるかって言って。ね。で、持ってないよって言って、あんた、運転免許証がないと車運転できないよって。え、ね、って。この若い子はショックなんですよ。ね。この若い子の成功っていうイメージには、ね。車を運転するっていうのが入ってるんですよ。僕は、車を運転して、ね。車を運転しないと幸せになれないんだ。 これが起こんないと絶対幸せになれないんだって車運転しないと幸せになれないんだってで車運転したいでお金もあるかもしれない車買えるんやお金もあるんやでも車くれない何だと運転免許が必要なのかうわーってねでもよく考えるとこの運転免許っていうのはその人のためにもなってるんですよね。 ね、その若者についてすごい辛いかもしれないんですよ、その事件としては。うわー、これ、運転免許取るのに30万か,か20万のかかるの、学習、何これみたいな、ねこれ、勉強しないといけないお金もかかるし、これ詐欺じゃねえか、みたいな、ね、いやでもよく考えると、ね、もし運転免許っていうのがなくて、みんな運転してたら、どのぐらいの悲劇、どのぐらいの人の涙が流れると思います、日本中。 世界中世界って言ったら変だけど日本中運転免許がない人たちが運転してるわけでしょルールはが分かんない決めてるルールを理解していないから高速道路も自由でバン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 事故事故事故、ね、だからこの運転免許を取る自分にとっては超つらい超嫌でもう考えるだけでムカつく超逃げてそんなのなしで行きたいっていうことかもしれないんだけどそういう問題かもしれないんだけどそれが実は自分に とっても必要なことであったってそのようなことなんですよね。なのでねじゃあどういうことかっていうと視点の問題なんですよ視点の問題ねこの自分が幸せなバイブレーション波動幸せな場所幸せなムードの時やなニコニコしてる時と自分が怒ってる時ねこれ同じものが 例えばねここにねグラス水が入ってるねあちょうどいいじゃんねここに水がありますねでここに俺が怒ってる時に見ると同じグラスなんだけど目線が違違うううから違うように見えるのねでここから見るとまた違うように見えるわけよでも同じことなんですよ。で不思議なことに自分の人生には今必要なものが現れてくるんですよね。 でこれがね中にはドラゴンに見えるわけよ怖って見えるわけよ風があって見えるわけよでもよく考えるとこれは自分に必要なものなんだよね不思議なんだよ人生って。それが現れてきてくれるということなんですよね。 だからこれも例えば運転免許証が必要だったら、ね、このイラッとしてる若者の目線から言えたらクソなんで免許証二十20万なんて払うのか必要なのかやからないやろーとか言って、ね、でそこでクソとか言ってそんな合宿なんて行かねえぜーって20万なんて詐欺だーって言ってじゃあねどっかの,、ね、あの運転事務所局みたいなところで自分でやってみるじゃん絶対落ちるわけよ絶対受かんないわけよ免許。 1> くそー1万円使ったとか言ってでそれをまたやってでまたやって絶対受かんないわけよそういうシステムになってんやなでこれ8回9回やっても普通にこの学習とかなしだったら運転免許もらえないようにそういうふうになってるんだよなでもここをね OKOK、OK OK、今これ本当にやりたくないんだけど You gotta trust itYou gotta trust it だからこれを信じないといけない大丈夫なんだって世の中は安心安全なんだっていう視点から見てこれは過去の視点から僕の過去の視点僕の昔の考えから見ると怖くてやりたくないことなんだけど今この大丈夫なんだっていうこのね目線から見るとそこに入ってそこでまた何か学べるわけよ、ねで。そこで運転免許証を取って問題なく、ね、運転ができるようになるの。 すごいでしょ運転免許証も手に入って自分の夢運転するっていう夢も叶うしねその何てゅうのかなもう一つ得ることができたよねでそれはやりたくないことね超ムカつくことは実はムカつくことではなかったってそれも学ぶことができたんだよね あ大丈夫なんだって怖がらなくていいんだってでひょっとしたらそっちの方が運転免許証よりは自分にもっと必要だった自分が本当にもう心の中から、ね、本当に求めていたのはそっちだったそれお金で買えない車運転しててもそれを買えないでそれを得ることによってもう 運転だけじゃなくて仕事とか人間関係とか大丈夫なんだっていうことを得ることにあったらどんな器がでっかい人になると思うねねだからねこの今自分の中に問題っていうのが出てくる、ね、怖くなって逃げたいとか、ね、僕もしょっちゅうあります、ね、なんかあの僕はエクセルに逃げるんですよ 本当になんかエクセルが飛んでくるとうわーっていう不安になって怖いんだけどそのね怖いっていう自分の視点を上げていや大丈夫だよって、ね、この何ちゅうのかな,なんか天の目線っていうか、ね、愛の目線っていうかその 全部大丈夫だっていう視点で見るとこの怖いって思われてるけどそれを自分が過去に怖いって決めたことみんなが社会が怖いって決めてることかもしれないけど本当には、ね、例えば戦争っていうのは僕すっごい怖かったんですよ。ね、あのナチスとかユダヤ人とかものすごい恐怖を感じてなんだよね。 でいやクリス、そんな戦争なんて怖いよって自分で言ってたんだよね、何言ってんだよ、そんなねそんな幸せになっちゃいけないよって世の中には大変なことがあるんだよってすごい困ってたんだけど、そのちょっと、なんかねなんかこういう今言ってることをつかむことができて気付いたのが、別の視点から見るとね戦争って僕たちが二度とやっちゃいけないことを学んでる、それを教えてくれたんだよね。二度とやっちゃいいけないんだよ でその大切さを教えてくれたすごいことだなーってなんか本当に感謝の気持ちみたいなことになったんだよね、うん okay、なのでポイントは自分がこれいいあの怖いなーって思うのが実は本当に自分に必要だったことを教えてくれるきっかけかもしれないんだよ、ねね、で偶然ではないんだよね あなたに本当に必要なことがこの中をクリアするとあるかもしれないわけよ。で、この逆もあるのよ。だから社会的な成功とか、ね、例えばよくあるのはこのなんていうのかな、あのお金でお金がいっぱい入ったら幸せになるっていうこのなんかみんなが思ってるから本当だろうとか自分も。 ついつい思っちゃうのがあるんだけど、これも、い本当に気をつけないといけないんだよね。で、どういうことになるかというと、その嘘をついても、お金を入れてもいいんだとか。そういう行動をしちゃう時もあるんだよね。他の人を不幸にしても。お金が入ってくれば、オッケーだみたいな考えも本当にあるんだよね。で、そこに入っちゃうと。本当に、あのね。 自分の自由を失う刑務所に自分を入れちゃうみたいなことなんだよねね、これでこの嘘をついてお金が入ってお金持ちになったって言ったらこのお金持ちがをなくすっていうのが怖くなるからそれを続けないといけないずっと自分がやりたくない嘘を続けていかないとこの生活スタイルをキープすることができないね、あのよくニュースとかアメリカでもよくあるんだけどそうやって ギリギリ嘘をついて、ね、この週の法律だったら OK なんだけどこの週だったら駄目だったみたいな感じでこれをオンラインでやったからいずれか捕まっちゃったんだけどでそ,のそれで儲かった人もうレースカーとか持ってたんだよねこれネットフリーでどっかで見たんだけども本当にレースカーもあるし億万長者になってすっげえ家とかもあるんだけど、ね、もうその警察がそのレースカーを持ってって家からも出ないといけないし逮捕されてその人刑務所行くわけよ。 だからこの世の中にはこれが成功だよみたいな感じで見えるものがあるんだよね。ねでもそれが本当にに自分について必要なも最近僕がちょっと、ね『ZenX』が面白いなと思っているのは最近僕は本当に幸いでいろんなあのアメイジングなことがいろんなことが起こっているんですね。 でいろんな人といろんなすごいあの会社でお話しすることができてで僕あの本当にあにチャリ乗るんですよ。 あのパパチャリみたいな感じであの電動チャリのママチャリの男バージョン乗っててちょっとねこれ本当に成功してる人だったら絶対フェラーリ乗るよなとか思ってて乗ってんだけどそしたら目の前になんかすっげえ高級のコンバータブルトップレスのベンツ乗ってるのね2人でで「あいいな」とか思ってんだけど、ね、あコンバータブルで空気も感じて自由にすごいねこういう時間で縛られないでみんなみんなだったらねオフィスにいて働いてるんだけどこの人ね豪華な車乗ってていいな とか言ってでそしたらパーって言って赤信号で止まってて僕なんかパパチャリですーって言って「あれちょっと待ってよ」って「俺車公開停止は乗ってないけど」 まあね風を感じるって言ったら俺車より感じ感じてないみたいな感じでしかもヘルメットとかつけなくていいしすっごい自由にいけるしねなんか赤信号だったら歩道に乗ってこっち行ったりとか俺も結構自由手に入れてるじゃんみたいな感じ世の中社会がこの形がいいんだよっていうのは本当は自分には本当に必要じゃないことかもしれないのね逆もあるのよ 怖いなっていうことが本当に自分に必要な時、ね、何をすればいいのか怖いのが出てきたら自分の視視点点をを変変ええれればばいいいいんんだだよよねでこれはもう一つ欲しいなって思ってるのが出てくるかもしれないけどそれは自分のエゴ自分のちっちゃい部分がいいなって思うかもしれないこの本当の自分の上の部分っていうか自分のハートの部分にはそれは本当はいらないことかもしれないっていうことがあるんですよね。 これは本当に面白い山登りなんですよ。面白い山登りなんですよ。Alright。なので、ポイントは、ね、この山を登っているとき、ね、この問題がチャンスかもやなっていうことをぜひ考えて一緒に登っていきましょう。Thank you so much for checking out this video and I will see you in the next video. ありがとう